どうもラモーンと申します。よろしくお願いいたします。本日はリクエストいただいた選手を作っていこうと思います。作成するのはブライアント、近鉄にいたあのブライアントを作っていきたいと思います。でこちらは能力の指定をいただきましたので、まずはそちらをご覧ください。指定いただいた能力は基本的にそのまま作りたいと思ってますんで、これを目指して作っていきたいと思います。で特殊能力は、まあ、プロヒッター書いてますけども、あとブライアントってやっぱ連発系とかそういう系を狙っていこうかなと。あとやっぱりブライアントはね、三振をつけたい。なので三振だけはつけようかなと思います。でもし嫌やったら覚醒で消せると思うんで消してください。ということで、これを目指して作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、ブライアント作っていきます。これは後で変更します。顔はこれでいきたいと思います。フォームはこういうやつがないんで、これでいきたいと思います。じゃあ、作っていきます。ブライアントといえば、東京ドームのスピーカーに当てたという、まあ、あのホームランが一番代名詞かなと思います。ブライアントといえばもう東京ドームのスピーカー。東京ドームのスピーカーといえばブライアントみたいな、それぐらいのインパクトがあった出来事。まあ、設計上絶対に当たらんと言われていたんですが、まあ、それに当たってしまうという本当に規格外の選手だったなと。推定であのホームランが160メーターと。言われてます。で、まあ誰も他にも出ないかなと思ってたら、その18年後にロッテにいたズレータという選手が、2本目となる東京ドームのスピーカー直撃ホームランを放ってます。まあ設計上不可能と言われてましたが、まあこの世に絶対なんてないんだなと改めて感じました。やっぱ外国人のパワーは桁が違いますね。ズバ抜けてる。さあ、そして打席にはブライアント入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。ファウルです。この球は外れました。体に近いところ、ライト持っていった。伸びる伸びる、さよなら。ブライアント、これぞ4番の一振り、逆転。今三塁を蹴ってチームメイトの待つホームへ帰ります。これが初球、打ちました。スタンド一直線、ライト一本入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。追加点が入りました。強豪相手に素晴らしい戦いぶりで、次が3球目。打った、大きな打球になった。ライトバック、そのままスタンドに入りました。同点のツーランホームランです。育成、この試合を振り出しに戻す。育成高校がついに悲願を達成しました。見事な。はい、ということでブライアント完成しました。能力は最初に言っていた通りできたと思います。ミート左右 A の80、パワー S、走力 C、呼吸スローイング B、肩力 S、で疲労回復は D にしておきました。でレフトセンターの守備適性が A、でライトが B、でパワーヒッター、チャンス C、逆境、威圧感、固め打ち、連発、ホーム突入、プルヒッター。で三振はつけました。もし嫌やったらこれは消してください。ここも一応こういう風になっています。
ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。リクエストありがとうございました。で、今回もまた違ったブライアントを最後につけておきますので、もしよかったらそっちも使ってみてください。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また動画を出すと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。もしよかったら高評価、チャンネル登録いただけると幸いです。ということで、今回はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。さよなら。